さあ、ということで今回はウルトラスーパー維新論使って、レジェンズやっていきます。3体目のウルトラキャラクターですね。で、まさかのスーパー維新論、めちゃめちゃ呼びづらいね。ウルトラスーパー維新論、もうめちゃめちゃ強そうな響きが名前にね、めちゃめちゃ入ってますけど、よろしくお願いします。で、まあ能力がですね、まあざっと説明しておくと、まあヨダメ、ヒラメカットを普通にね、最近のキャラ並みに持ってて、リジェネがねついてて、そんな感じかな。まあ、ヨダメがちなみにね、これ 50% しか書いてないんだけど、このウルトラアビリティでめちゃくちゃ盛られるんで、まあ実質的には 100% 近く持ってますね。あと特殊に麻痺があるのかな？で、まあ初手で出したいね、やっぱりウルトラの演出見たいんで。赤なしか。これ黄色2枚いっていいな。いきましょうか、これ。一応、ジャーク竜のね、2体入れてるんで、まあ、おまけの Z アビがついてて、いい感じになってると思います。うわ、ゴジフォーまたな、両方、選出か。これさ、最初のなんかゆるレジェのやつ見たとき、ピッコロ大魔王と思ったの俺だけ？射撃撃とうか。オッケー。お、出してくんのね。オッケーオッケー。一回使わして、ゴジフォーバーサススーパー維新論。オッケー。これ、ウーブで特殊持ってきましょう。もう使ってくんの？それ、でかすぎなんだけど、早い回人いたい。オッケー。スーパーイチノンちゃん出して、視察行きましょう。かぶしたいな。オッケー、ライジング行きましょう。ちょっと待って、落とせなかったらさ、ちょっと、いきなり文句言わないといけないんだけど。落としてよ、これぐらい。頑張れ。いや、なんか落とせなそう、ちょっと。頑張れ！弱く、いや、弱いとか言っちゃダメだね。はい、これで交代禁止したことによって、相手はライジングを紫で打たないといけなくなった。いや、耐えるっしょ！いや、お前が、オッケー。お前が耐えれんかったらちょっと話変わってくるよ。こっちはね、等倍で落とせんかったのに。オッケーだよね。ちょっと確認バチコリ入れて。いや、お前強いな、めちゃくちゃ。お前強えな、めちゃくちゃ強えな。交代禁止やっぱ強いっすね。なんだ。遠くから射撃したい。ああ、うまい。いいね。いいゴジータ砲使い。打撃キャン連れて。お、うまい！うまーい！そういうプレイ好きよ、めちゃくちゃ。そういうプレイ好きよ。遠距離したいな、お前に。おい、気持ち悪いな、お前。返し返しなんですよ。いや、こっから石野の本領発揮だから。で、これ、究極アーツがめちゃくちゃかっこいいよね。なんか、ジャークリューがいっぱい出てくるんだよね。ジャークリューがいっぱい出るっつうか、ジャークリューの技をめっちゃ使うんだよね。でね、ドラゴンサンダーがね、俺結構好きだったんだよね。ドラゴンボール Z3 とか、スパーキングメテオやってたんですけど、あれ違うよね。スパーキングメテオの時ってさ、なんか、この角みたいので刺してさ、ビリビリするけど、これちょっと違うやつよね。前出しやつ決めんだよ。もう、いや、どういうことなんそれは。場にないから、今のありなのかな？まあいいや。さっきの被せうまかったから文句言わない。いや、特殊ブッパ行きたいよこれ。相手ライジングないからね。フィッス、あ、バカじゃんお前。カバチェン向こう知らないんだ。いやー、なんかちょい落ちなそうだな。打つか。で、ライジングで相手落とせなかったんで、大蔵理論で2周目早いですね。もうこれを見越してのライジングで落とさなかったんですよ。いや、ウーブの外事ブッパ最高だな、マジで。やっぱ、ウーブくんの外事ブッパは、最高やな。おい、ラグイ。ありがとうございます。さあ、麻痺も入れてるんで大丈夫でしょう。あれ、なんで火力出なかったんだろう、あんなに。なんか火力出るって聞いてたんだけど。まあいいや。ウーブの外事ぶっぱ決めたんで大丈夫です。どうした？
なかなか強そうな未来来たね。あー、ウーブ。まあ、この3でいくか。青はどうしよっかな、青。まあ、連れてかない方がいいですね、これ。絶対緑来るね。そう、ドラゴンサンダーがね、ドラゴンボール、プレイステーションのゲームのスパーキングと Z3 で違いますよね。そうそう、どっちも好きですけど、まあ、個人的に思い入れあるの Z3 の方かな。Z3 でね、スーパーイシンロンめっちゃ使ってたんだよね。こいつなんか気力が全キャラ中最大級に長かったよね、確か。OK。だからなんか天下一武道会でお金稼ぎに使ってた気がする、こいつ。すごい懐かしい。あ、めちゃめちゃ出すやん君。いや、コストアップ誰？誰がつけたこのコストアップ。クソうぜんだけど。外すか。 OK、 早い回避 OK。 まあまあまあ、カバチェン向こう。お、これ通るぞ。めちゃめちゃ強いぞ。いや、ただこれ青に耐えられるな多分。打てんな。最速取るか被してライジングしたい。いやー、まあそうか。危ない危ない。何？終わったんかよ。びっくりした。ラグかと思ったら終わってんのかよ。即圧か。オッケーオッケー。即圧めっちゃ好きそう、こいつ。顔的に。やめてね。オッケー。やめてねではねえよ、別に。あ、待って。黄色で打ったらよかった、もしかして。オッケーオッケー。いろいろぐちゃぐちゃですけど、あの、鎌が常時踏ん張り貫通なんで、もう正直ウーブいたところでしょうがなさそうですね。もうメイン早めに切っちゃうか、ウーブの。いや、これなんか、究極警戒しなそうなんだよな、なんかこいつ。なんかしてこい。早い人出して、早い人出して、早い人出して。まあ、いや、時間稼ぐよ。ほら、絶対してくると思った。俺、やから跳ねんやったんよ。絶対それしてくると思ったから跳ねんやったら、マジでしてきやがった、こいつ。いやー、これ射撃引けたりせん？引けたわ。こっちで行きましょう。あー、まあ、そうかそうか、ま、でもいいや。なんでもないです。結局押しちゃってたもんね。いや、これちょっと交代押しちゃってんの弱っ。めちゃくそ弱。ようやく、オッケー。くたばっとけ、マジで。メイン切るか。跳ねた。なんか回避圧してきそう。ここ。まあ、絶対脳死だよね。ういーっすー。打撃ください。やくそ。ただ、これ、行くね。よかった。イーシンロンが何も活躍しないかと思ったら、しっかり究極圧で持ってってくれる。まあ、これ、まだね、2突なんでね。まあ、貫突してからみたいなところあるよね。さあ、ラスト、なかなか、ごつい突した未来ですけど。まあ、カマいないだけマシかな。よろしくお願いします。まあ、色的にはイーシンロン通ってるけど、多分舐められてるだけなんだよな、これ。貫突させたらめちゃめちゃ強そう。雰囲気。避けるか。射撃撃とうか。まあ、これは射撃連打でいいかな。入る。結構入るんじゃない、これ。オッケー、強い。スーパージュナン強い、めちゃくちゃ。弱めもらって、即じゃないのね。まあ、とりあえず特殊で、麻痺入れときましょう。もう麻痺の噛み合いがワンチャン生まれればって感じで、ちょ、気力が足りないんであれですけど、集中して、麻痺で！おい。まあ、とりあえずこっちで受けて、こいつにね、ライジング打たれちゃうとウーブも死んじゃうんで、
気をつけていきたい。下がり方大丈夫かお前。めっちゃもらってるけど、さっきから。まあ、これちょっともう、もったいないけど、だるいんで、未来ご飯が。撃ちます。もったいないけどね。で、どうしよっかな。もう相手からコンボ取られちゃうと、ライジング飛んでくるんで。最速でかい。いや、もうこれ電撃地獄玉打って、マヒミテ究極行こうか。マヒミテ究極じゃねえよ。マヒミテ必殺行こうか。一心論で。これが電撃地獄玉や。さあ、全体麻痺入れて、132。さあ、麻痺で。え？なんで麻痺ないの、お前。アメンだよ。結局行きましょう。いや、まだ麻痺続いてるんで。じゃ、なんで麻痺ないんだ。麻痺ついてるよね。まだ麻痺残ってるんで、麻痺見て一冊でヒットしましょう。はい、来たー。はい、おつまよ。お前ゆらタックルか。タックル来ない。これもう射撃は負け筋なんで打てないっすね。いや、今ウーブで確定だった、もしかして。うん、まあまあまあ、確定だったら申し訳ない。違ったのかな。違ったと思うんだけど、確定かもしれない。まあいいや、わかんねえだろ視聴者。4桁だし、どうせ腕組みの鎌足り。さあ、これ10カウント逃げます。もうザマス死んだんで、裏にウーブ出せる状態にしていったら、あのライジング打てないんで、相手ウーブの待機稼ぎます。打撃キャンウイス連れていく。これ通常で落ちますね。いいね。なんか、維新のが頑張ったというか、これはもう完全にマヒミテ必殺が上手すぎただけなんですけど。OK？ これ、ウーブの究極で落ちですね。ということで、あ、OK。ウルトラスーパー維新の使ってみました。まあ、まだ母体なんですけど、まあ、一応、このメンツの中に入れて戦えなくもないぐらいな感じですね。また、凸上がったら動画にします。終わります。